と激辛ジョニーです。今日もみんなの心に火をつけちゃうやってきました。はい、今宵は渋谷の道玄坂付近にいるんですけども、今回はシャンティ渋谷店さんになります。でこちらね、シャンティについてもこれスープカレー、激辛スープカレーが有名ということで、今回ここにチャレンジしていきたいと思います。でこれね、どうやら見るとあの辛さレベルがどん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 この選べるみたいです。今回はね、なんとメニュー表にはない100ボーカに挑戦したいかなと思います。今夜も激辛バトルしていきましょう。レッツゴー。こちらはね、一番人気はこの、オリジナルスープカリーと、これチキンと野菜のスープカリーが、まあ、一番人気ということで、それ以外にも、ね、ベジタブルスープカリーとかエッグと野菜のスープカリーとかパクチーとか、いろいろ種類が分かれておりますけれども、まあ今日はそうですね、人気のナンバーワンのチキンと野菜のスープカリーで、これで辛さのレベルを調節していきたいかなと思います。はい、おー、こちらが100ボーガー来ました。これはすごい。おー、うわ、でもめっちゃいい匂いしますね。なんだこれ。いただきます。さあ、シャンティさんの100ボーガのスープカリーさん、お手並み拝見ですよと。これ野菜がすごい具沢山ですね。これはレンコン、ピーマン、ナスに、これヤングコーン、チキンに、あとなんだこの緑の水菜ですかね、あと卵。レンコンさんからいきましょう。これいただきます。ぶっ飛んだ辛さですね。うん、口の中を針の糸で通すような鋭い辛さがあります。カレー、これさすが100ボーガーだ。なんだろうこれ、人参かな、人参みたいなのも入ってますね。うん、カリカリね、白ごまがちょっとこう入っててね、これうまみをより一層引き出してますけども、結構辛いね。うん、早く回せよ、帰ってきました。なかなか手強いぜ。続いてヤングコーン。うん、そしてこの大ぶりなこのチキン、これうまそうだ、プリプリだぞ。うん、プリプリで身が柔らかく、とってもジューシー。このスープに合いますわ。それにしても辛いぜ。じゃあこれピーマン、ね、うん、シャキシャキだわ。夏ね、野菜が、うん、野菜がいい、新鮮。いや、これ本来スープカレーですから、これ多分あまりにもスパイス入れてね、ちょっとドロッとした感じになってますけども、辛い上に旨味がありますね。これチキンもたっぷりや。止まらん止まらんということで、ここでオアシスタイム、卵で。はい、卵でね。すべての素材に愛情がこもってる。チキンもね、この骨からとろけ落ちるほど柔らかいです。さあ、残り終盤になってきたんで、地獄のこのカレースープカリーを食べていきたいと思います。うわ、口の中が燃えるぜ。ごちそうさまでした。それでは早速辛さレベルの発表していきましょう。シャンティ渋谷店さんのチキンと野菜のスープカリー、辛さボーガー、100ボーガー、辛さレベル、じゃーん、辛さレベル 6.5 です。おめでとうございます。 6.5 です。非常にこのスパイスと、まあ、唐辛子で辛みを出しつつ、しっかりねこの野菜、具だくさんの野菜をですね、しっかり素材の味を生かした、旨辛、スープカレーになります。野菜も何種類ぐらい入ってたんだろう、もう軽く6種類ぐらい入って、それにチキンとか白ごまとか、栄養満点のスープカリーではないでしょうか。非常に女性とかにおすすめかなと思います。激辛マニアの方、挑戦してみてはいかがでしょうか。ということで、もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter 等々も更新しますんで、フォローお願いします。もうシャンティってね、平和って意味ですけれども、お口の中は平和どころじゃないですよ。どうなってんだよ。